さてさて本日もアモアスかくれんぼ遊んでいくぞ。今日のスキンはパンを口に加えた遅刻ダッシュスキン。遅刻を恐れる恐怖から通常よりも速度が上がっております。当然そんな効果などあろうはずもなく、その鬼になった瞬間パンはどこかに消えてしまう。パン加えながらだとクルー食べれないから仕方ないね。ということでパンの代わりは貴様らだクルーども。とんでもないとばっちり。パッと見の姿は同じ、しかし体に潜む馬力は異なる。走り出したら全員を殲滅するまで止まりません。傍らのペットも必死についていってるわね。クルーメイトの発展に合わせ共に成長してきた天敵の種族。1億2000万年の因縁。もうクルーのふりをしてこそこそ食らう必要などない。流れるような捏造設定。ちなみに今日のお昼は昨日作った唐揚げを入れたチャーハン。わかるか？何が？私にとってのチャーハンが貴様らだということだ。唐揚げはどうしたのか？消えた唐揚げの謎を解き明かすべく我々はジャングルの奥地へと向かった。帰ってこなくていいよ。ていうか今日どうしたのよ。ここまでまるで意味のない謎の会話だけ構成されているけど、いやいつもの会話も大抵意味わかんないんだけど、今週は大忙し。そのため打ち込むセリフも思いついたものをそのまま採用。デコボコクッキングバトル唐揚げ。バトルロワイヤル。私がしっかりしないとこの動画の秩序が保たれない気がする。そんな気がする。大事なことなので2度言いました。ハッピーターン剣的必殺。むちゃちゃちゃぬぐあ。人類補完計画失敗。いや成功。あ、残り人数は6人。なぜクルーの下半身は食われないのか。食わないのではなく食えないのではないか。そこにクルーがインポスターに抗う秘密が隠されている可能性を求め、日夜研究が進められているという。流れるような嘘。どうせ昇降機右の弁当園見ないことくらいお見通しです。このメメントモリを騙すことなんて不可能なんですよ。そして当然こちらの弁当園にもいないなんてことはないということもお見通しです。このメメントモリを騙すことなんて不可能なんですよ。そうだな。てみぞれさん、そこは微妙ですね。学習性無気力の実験後みたいなハイドポジ。あまり調べない方がいい言葉。剣道の割にしっかり小部屋まで探索していく。まあプレイしてる時とセリフ入れてる時で時系列が異なるから、まあそういうこともある。木滑り切ってから取り繕うな。気づけば残り人数も4人。そして残り時間はまだ3分。もう勝ちは決まったようなものです。安心と安全の勝利をお届け。エアシップはミーティングに楽なタスク固まりがちだからどうせいる。楽な方へと流された結果、これが報いです。次は茨の道を行くように。あと1人キルしたらアドミンが解禁されるわね。もはやアドミンなど本当に必要なのか微妙なところだが、タスクよりも命だろ。命を大事にできないものは何も成し得ない。ところで話は変わるが、因果応報という言葉がある。簡単に言うと悪いことをしたら先の未来で自身に報いが返ってくるということ。しかし戻るのは悪用だけなのか。いや違う、善行もまた返ってくるはず。何が言いたいの？高評価をしてくれということ。遠回りしすぎなんだけど。電気室へと下っていますね。シャワー側に向けてくれればもう一人との位置的に楽だったんですが。おそらくキッチン石管だとアドミンで見られないと思ったんだろうな。しかし見えるんだなこれが。残されたクルーメイトは一人。そして時間は未だ1分半以上残されている。これが絶望。最後の一人は餌の取り合いに負けたモルモットみたいな顔をしてることだろう。えらく具体的。さすがにここから逆転は厳しいと思うけど頑張ってほしいわね。お、まだ弁当残していますか。こうして最後に残った人ってさ、リレーで周りのクラス全部ゴールしちゃって最後一人で走るドベクラスのアンカーみたいな心境なんだろうな。長い長い。ある意味状況的には逆ですけどね。む、何回も見逃した気が。ラウンジ側に移動してる。アドミンを開いていて見逃してしまっていたようだな。救済を与えなければ恐れから解放される術はただ一つ。恐れた通りの状況になるほかありません。想像が過激。うむ。なぜとどめを刺さないの。想像よりもあっさりと試合が終わっちまいそうだから、なめくすることによって残り時間を調整する日々。さすがにこれは炎上不可避。釣りで例えるなら釣った魚を針を食わせた状況で話すのと同意。そう聞いたら悪いことのような気がしてきた。ということで無事食パンを取り戻した。次の試合ではまともな実況が行われることを期待するわ。その期待が叶えられるのか。麻薬卵の成分は本当に麻薬なのか。2試合目に続く。さてそれじゃ2戦目。いつも通りクルーメイト。鬼と逃げる側のミルフィーユ。正直逃げる側も真面目にやれば余裕だから、あえて手を抜いているのはここだけの話。信じるか信じないかはあなた次第。当然嘘。開幕は気一かぶりで即死。そういう事例もあるためそこだけ気をつけておく必要がある。タスクは右側に集中。というか左側にタスク1個もないわね。この不平等性を愛したい。おい、このゲージの上がり方は鬼エンジンで湧き上がっただろ。しかしゲージが再度上昇していないので多分左行ってますね。よろしい、ならばタスクだ。初動はとりあえず生き延びました。初動生きる者あらば初動死ぬ者もまたあり。初手師はレイマリさんとメテオさんも死んだわね。初手犠牲者はその死体が風化して風と散るまで民衆の前にさらされます。ハッシュタグ蛮族の宴。仲間たちに何も貢献することなく命を枯らした知れ者たちに呪いを。とんでもない言われように涙。敗戦は効率が良くないですが、向かう方向的に片付けやすそうなのでやります。ケースバイケース。今回は初手即死した恥さらしが2人もいるので厳しい戦いとなりそうです。今裏で文句を言ってるけど流す価値がないので無音にしてる。そこに一辺の容赦なし。ていうか敗戦全部横に繋ぐだけの簡単組み合わせ来てる。これ今までもコメントで時々来てましたけどね。この組み合わせは確率的にレアだと。しかしどんな状況の組み合わせも確率上は同じ。すなわち全部横一列をレアとするなら他全ての組み合わせもレア。もともと特別なオンリーワン。つまり何が言いたいの。ナンバーワンになれということ。ここまでの話と逆の結論が展開されてるな。国語だったら罰。視聴者たちの共通テストのトラウマを刺激していきます。というかここまでのセリフ雑というかクソというかクズというかゴミというかバカというかアホというか止まりませんね。罵倒の連鎖が。編集に文句をつけるやつが出てきた時、右上にキネマスターのロゴを配置すればどうにかなる。わかる人が限られるネタ。これさえ置いておけば逆に褒められる可能性すらある。お気毒ですね。これは間違いなく悪用。というか時間もう半分くらい経過してるのにまだ誰も
もやられてないじゃないですか。ほんとだぜ、これは快挙なんだぜ。ぜって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 、その笑い方二度としないで。は、はい。一旦後ろの方々のスピーカーオンにしてみますか。おふざけんな、ふざけんな。満足しました。さて、あとはミーティングタスク。鬼と遭遇なく行きたいわね。まあ最悪まだ弁当残してるし、なんとかなる。でお前どこから来た八幡宮。まあいつの間にか背後にいましたね。しかしここで別れる定め。次またお互い生きて会うことはきっと叶わないだろう。グサオさん生きてる？そんな、なんで？これは裏で大金が動いてる香りがするな。恐ろしいまでの罵倒。さすがに訴えられたら負けそう。ミーティングでゴミ捨て。あ、後ですでに死亡した人たちの死体も捨てておかなきゃいけませんね。死ねばただの骨付き肉。そこに魂はすでにない。死体を雑に扱うその姿勢まさに畜生。あれ？というかもしやこれは、タスクも終わっちゃいましたね。タスクを一個も完了させることなく死んでいった人たちもいる中でこの活躍、恥さらしどもには眩しすぎる。あそこでメウトになってる恥さらしたちの目が潰れちゃいますよ。もうみんな忘れてるけど一応コラボって形なんだけどね。さて、いざ尋常に。どこが尋常なんだよ。もうできることは終わりましたからね。タスク完遂してるし文句言われる筋合いは1ミリもないです。その立ち回りに義はあるのか。揺らぐ心を押しとどめるためにペットを撫でる。尻尾が超回転。尻尾の遠心力で発生したエネルギーで鬼を吹き飛ばす。何言ってんの？疲れてるんですよマリサさん。まあ私最近ちょっと頑張りすぎだしな。ちょっと一休みするか。あんた最近常に寝てたでしょ。私びっくりしたもん。人ってこんなに寝れるんだって。前12時間寝てましたからね。寝れる時に寝るのが我が生き方。誰にも邪魔はさせない。邪魔をするのならば死ぬしかないな。ボルナレフ。我寝るゆえ我あり。これが登録者15万人のゆっくり実況者の実態。リアルとはいつも想像を下回るものだよ。む、伊達が死んだか。奴は四天王の中で最弱。強キャラ特有の動物を可愛がるギャップを見せつけていきましょう。え、っていうかさ、逆にどうやってそんな死ぬの？そんな死んでて楽しい？かっこ笑いをつけると噂の度合いが跳ね上がるわね。実際今ムカついて殴っちゃったもん。言葉より先に手が出る幻想郷の巫女。こうして子供はまた一つこの世の真理を学ぶんだな。子供？こんなでかくて汚い子供がいたら嫌すぎるんだけど、言葉は時に暴力よりも人を傷つけるということを知らないようだな。む、これは来てますね。はい、残念でした。そこで口ていけ。アドミンで1見られちゃうので純粋に一番遠い位置に飛びます。残り時間21秒だし結構いけそうだけど、一人頭7秒で草。とにかく他のクルーから距離を取っておいた方がいいな。そして死亡したグサオさん、契約更新がうまくいかなかったようですね。おそらく金額の話で揉めたんだろうな。名誉毀損、誹謗中傷。あら、八幡さんも死んじゃったようですね。まあどうせ左上あたりで死んでるんだろうから、残り時間は貨物の金庫のところで潰すとしよう。今どんな気持ちなんでしょうね。屈辱にまみれて悔しい思いに涙をこらえてるんだろうな。ゲームだぞこれ。ゲームにすら本気になれない奴が他のことで本気になれるわけないじゃん。これは一理あります。バカ言ってないで次試合行くわよ。はい、じゃあ3試合目は鬼だと思ったか。常識やお約束は破壊してこそ、新しい秩序は現体制を破壊することでしか生まれない。これは危険しそう。ちょっと尺の都合で隠れる側のがちょうどいいんだよな。ま、ということで今回は隠れる側連続だ。開幕顧問タスクがある。みんな一斉に群がってタスクをこなします。初動このタスクやるだけで1分くらい一気に縮まるんだよな。ま、この程度ハンデよハンデ。ヒナーの何気に鬼結構強かったりするからな。おい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 、まだ鬼が動き始めて10秒も経ってませんけど、さすがにこれは無能と言わざるを得ない。はい、ここでハイド。こなれてきた今だからこそ刺さる。ここのハイドポジション。はい、やり過ごした。慣れてくるとここに隠れる人はいないと決め打ちすることが増えるので、逆に刺さるポジションが生まれているように感じます。ま、こればっかりはさすがに鬼次第ではあるわけだけどね。今でもしっかり探索する几帳面なタイプだと終わりだからな。逆算的に言うならヒナ兄さんは几帳面ではない。まあヒナの遅刻率割と高めだからね。その遅刻する人があまりない。お、全さん死んじゃいましたね。やはり弱者から淘汰されていくのが自然の説理。ま、いや八幡さんはすでに死んでるでしょ。逃れられない定め。おいおい、ちょっとペースが怪しくなってきたんじゃございません。残り時間まだ半分以上あって、半分くらい人数削られちゃってますね。序盤人がいなくなるとタスクで減る時間も減っちゃうからね。すでに死んだ先般確定民たちはマジで反省してくれよな。反省の証として明日までに原稿用紙4枚分の反省文を提出すること。400字詰めで読書感想文かな。私は本読むの嫌いじゃなかったから読書感想文はまだ許せたタイプの魔女。ただ感想書くのはいいんですけど、文字数制限多すぎて無駄に引き伸ばさないといけないのは嫌でした。私はお金もらって他の人の分もやってたからもう慣れてたわ。嫌すぎる小学生現る。ここ弁当へ待機はロックじゃありませんね。ジョージアドミン解放されてない今だからこそあのハイドポジ使うべきかもな。後半弁当使わなきゃ逃げれないタイミングもあるでしょうしね。レイラーチャンネルは右に行き、私たちはベントに頼らず左に行った。それが命運を分けた。レイラーさんの死が確定しているかのようなものいい。確定的だよ。あー、覚悟がないものは生き残れない。時間は稼ぎました。ネネさん逃げてください。覚悟とは犠牲の心ではない。覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことなんだ。最近ジョジョ5部見た？6部見てからまた見直してた。ストーリーはボブが一番好きなんですよね。このライトも暗闇に進むべき道を切り開いているわけだし、実質的に覚悟だと考えることができるだろう。ライトの名前通称覚悟。ていうかあんたさっきからフラフラしてどこに行こうとしてるのよ。これは米津剣士のフラミンゴの歌詞の具現か。さすがに意味不明すぎるんですけど。お、今回はそっち側につくわけね。この世界生き残るためには情勢を見極めることが大事ですからね。こっちには米津剣士もいる。つく方を間違えたな。マジで一旦寝てから編集するようにした方がいいわよ。怪文書が大量に生み出されてる。ていうか私定期投稿の動画投稿者じゃないんだよな。概要欄にはだいぶ前から不定期投稿って書かれてますからね。ていうか今何でみぞれさん消えなかった？みぞれもんが消えるくらいいつものことだろ。回線あるあるですからね。あれこれ見逃されるわけないですよね。アップね。え？
いやさすがにさ。ふふふふふふふ。ネネさんとラテさんが逃げたと思ったらミゾレさん出てきた。モグラたたきかな。時間制限ちょうどで弾き出されちゃいました。これは新世代の沼プ。まあでも何はともあれ、残り4人で1分と強化モード残りと状況は依然厳しいまま。ついに虎の子の弁当使っちゃったしね。残り時間頼れるのはやはりあそこ。元の強ポジに帰るぞ。まだアドミン見れないのでありとは言えばありですけど。と言っても一人キルされたら終わる作業の楼閣だけどね。やはりここだよここ。安心する。覚悟が短めの設定なので意外とここまで見れないんですよね。ライトな、みんな頑張れ。あと一人キルされたらもうそこからは絶望だぞ。アキシも頑張る。マリサさんの一人称がプレッシャーのあまりアキシに。そうはならないでしょ。なっとるやろがい。あ、さあ戦死にました。今回は人数が多いから残り3人からアドミン解放。とりあえず強化モードまでなんとか3人のまま耐えたいところ。来てる来てる。動かざること山のごとし。今回もまたやり過ごせましたね。あれ、もしかしてここ本当に結構強いポジなのでは？さっき言ったけど慣れてくると逆に刺さり始めてくるポジション。特にヒナミーには刺さってるな。あ、しかしここで追加の犠牲者が。残ってるのはあと私たちとお父さんだけか。結局この二人が残ったと。かくれんぼ弱者たちが何人いようが結局こうなる。最後の舞台に残るのは強者のみ。でおよよよよよい。今真横にヒナミーさんいたけど。あれ、意外とどうにかなりました？いやこれ多分後ろから追われてる気がする。ここは一周回ることでやり過ごす。しかし反応は依然近いままです。しかもお父さんも近くにいるわよ。いやこれこうなるとさすがに厳しいものがある。一旦通過ヒナミキ。さっきから謎に許されててくさ。まあライトの見える範囲に逃げる側が思う以上に狭いからね。ここ標本室に駆け込むべきか。いや私は茨の道を行く。ここで安定の時間稼ぎ標本室ルートを捨てましたね。私はギャンブラー。何も捨てることができないものは弱い。リスクを取ってなんぼ。ハイドしてても居場所通知はずっと送られていっちゃうのよね。いやこれはさすがに厳しいものがある。あ、またゲージが。神よ、私をお救いください。安定の真横通過。あれ、これもしかしていけます？いやさすがに今回は追われてる。その後ウパさんもしっかりやられて敗北と。まあまあ実質勝利。勝利判定バカ広いですね。負けを認めることも時には重要。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。